ですね。なんかの醤油麹漬け結び。このミックスと、このお味噌汁を。無視で。あとね、まだなんだ。もうすぐ玄米です。なるほど。なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほど、その家を建てたついでにやってくださいと。部長の人たち応援したくて始めたんです。ああ、そうなんですね。地元のその食材を、はい、おお、どうですか？うまい、うまいな、もううまいでしかない、あ、おいしそう、なんか田舎の、俺だけある。おお、いい香りが。これうまいな。シンプルに美味しい。なんか違います？なんか添加物とか農薬を使ってないって書いてあって。めちゃくちゃこう米の本来の甘さ、旨味をすごい感じます。めちゃくちゃうまいですよ。やっぱおにぎりは手で、うん、めちゃくちゃめっちゃ具だくさんですね。揚げとか豆腐ですかね。あとなんか里芋かな。結構いろんな具材が入ってますね。いただきます。あー、どうですか？日本人はおにぎりと味噌汁です。めっちゃ優しい。これも
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。